今日は買い物は特にしてないので購入品の紹介はないんですけども、今日は、レールカードとオイスターカードをリンクさせる作業をしてきたのと、あとは新しい家の内覧を初めてしてきました。とまずレールカードとオイスターカードのリンクについてなんですけども、レールカードっていうのはイギリス全土の電車の料金が安く買えるっていうカードなんですけども、昨晩オンライン上で購入しまして、今日ですね駅の方に行って駅員さんにお願いをして、レールカードとオイスターカードっていうのが、ロンドンの地下鉄やバスで使える、まあ、バスも安いかのようなものなんですけども、これとレールカードを私の情報をつなぎ合わせるっていうのをしてきました。レールカードとオイスターカードを連結させるのは駅員さんでしかできなくて、まず駅に着いたら駅員さんを呼ぶボタンっていうのがあるんですけども、まあ、そこで駅員さんに、まあ、レールカードとオイスターカードをリンクさせたいんだけどやり方がわからないから、まあ、助けてくださいっていうふうに私は呼びまして、でそしたら駅員さんが専用のカードを持ってきて、で駅の券売機で設定をしてくれました。でその時に必要なのが、購入したレールカード、まあ、カードといってもデジタルなのでスマホ上に表示されるんですけど、レールカードの下9桁ですね、これを券売機に入力して、あとはパスワードを設定して、私のオイスターカードを券売機にピッとかざして連結させたという感じです。で、まあ、実際に使ってみて、そのレールカードとオイスターカードを連結させると、電車に乗る料金が3分の1の料金になるんですけど、これが時間帯が決まっていてオフピークの時に使うことができます。なんで私はちょうど今日オフピークの時間帯に乗ってきたので3分の1割引だったので、電車の料金を3分の2の料金で乗ることができました。実際には 2.5 ポンドかかるところが、1.65 ポンドで乗ることができて、まあ、レールカードを買うのはコストがかかるんですけど、1年間有効なので、まあ、長い目で見ればお得なのかなと思って今日、そういった手続きをしてきました。で、まあ、今日出かける前にですね、新しい家の、まあ、情報を探していて、で何件かメールを送ったうちの1件からですね、私のスマホの方に電話がかかってきまして、でまあ、いつ見学に来れるのっていう風な電話だったんで、まあ、今日か明日行きますっていう風に答えたら、じゃあ今日来てよっていう風になって、イギリスロンドン生活が始まって初めて家の内覧をしてきました。で家の内覧っていうと、まあ、30分ぐらいかかるのかなと思ってたんですけど、まさかのなんか3分ぐらいでサクッと終わってしまって、でその方にですね、あっちの方にここよりもっと安い部屋があるよっていう風に言われたんですけど、で今日見れるのっていう風に言ったら、いや今鍵持ってないから明日来てくれって言われてこの家からは遠い場所なので明日行くのも結構大変だなと思ったのと、そんなに住みたいと思えるお部屋ではなかったのでちょっと考えようかなと思って今日は帰ってきました。そんな感じですね。まだ要領よく動けなくて、これから仕事も探さないといけないんですけど、仕事を見つけるのが先なのか家を見つけるのが先なのか悩んでいるところです。まあご飯は結構パン食でも今のところ生きて消えてるんですけど、毎日何を食べてるかっていうと、まあ、スーパーで買ってきたパン、まあ、ハンバーグみたいなのが売ってるんですけど、それとカット野菜と
フルーツと、あとオートミールですね。オートミールが家にあって、まあ、自由に食べていいよっていう風な形だったんで、オートミール食べたりとかしています。あ、今んとこあんまり美味しくないなっていうものには出会ってなくて、割と食べれるものが多いかなと思いました。外食をしてしまうと結構高いので、なるべくスーパーで買って、まあ、家のオーブンで焼いてっていうのを今は楽しんでます。これからもっと街に出て遊ぶところを見つけたいなと思うんですけども、今のとこは、まあ、生活をしっかりしようと思って毎日過ごしてます。あともう一つはフラットメイトが1人増えまして、まあ、アメリカだとルームメイトっていうと思うんですけど、イギリスでは、まあ、シェアハウスに一緒に住む人のことをフラットメイトというんですが、まあ、シェアハウス自体のことをフラットと呼ぶんですね。で、今日私の家には、あ、今日じゃない、昨日私の家にフラットメイトがやってきまして、今みんなで暮らしています。フラットメイトが今日来るっていうふうに聞いてたんですけど、なんか大家さんが日にちをちょっと間違えてたみたいで、昨日突然家がガチャッと開いて、新しいフラットメイトがいらっしゃってですね、ちょっとびっくりしましたね。